みなさんこんにちはそれでは2022年12月担当に向けての科目別対策企業法担当いたします森村ですそれではレジュメレジュメといってもこの一枚だけですけれどもこれをご覧くださいまずは、えー、2022年5月担当の分析ですね もうこれ一言で言っちゃうといつもと変わりませんということで対策もまあほぼ変わりませんということなんですけが、まあ、多少の変化は、えー、ありましたのでその点を見ていきましょうでまず形式面ですけれども、えー、出題数は前回と同じ20問というか、まあ、ずっと同じですね配点も20問すべて5点問題出題されてされてます特に差はつけられてないですね。 で問題詞4詞選択肢6詞っていうのも前回と同じですよね、まあ、いつものパターンでこれ過去問5月担当のお配りしてますよね、まあ、受けてきた皆さんもご存知のことだと思いますけどこのあいうえっていうのが問題詞でそれをそれぞれ、えー、その組み合わせたもので4詞のうち正しい足が2詞で間違ってる足が 西とこれもずっと変わらないんですねでその正しい足の組み合わせを選んでくださいっていうそういう取材のされ方をしてますで、えー、問題文の表現ですけれどもまあ実質的には20問全て正しいものを選びなさいっていうそういう問題ですよね、えー、問題の1を見ていただきますとよろしいですか問題の1ありますかこれ正しいものの組み合わせですよねさっき言ったように正しいものが2つありますよっていうことですね で選択肢が A から上までありますのでいわゆる消去法では選べないっていうのこれもずっと同じですよねで問題のテーマというのも問題文の冒頭に書いてますよね問題文のテーマ例えば今、えー、見てもらっている問題1ですと個人承認のないたがしこれがテーマですよねに関する次の記述のうちということなので特にだから引、えー、っ掛けというか これを聞いているように見せかけて実は違うこと聞いてますよってこともないんですよね。で、その正しいものの組み合わせではない、一見すると、ではないのが問題19で出てましたけども、問題19ありますか これは確認書を合わせて提出しなければならないものの組み合わせを選びなさいということですけども、だから、それは提出しなければならないものとして、正しいものの組み合わせって言ってるのと同じですからね、これもだから、この形式は変わらないと思うんですよ、正しいものを2つ選ぶっていうのは変わらないので、特に気にしなくていいと思いますね。あとは、その、なお書きがついてる問題ですよね、例えば問題7。 なお書きがある問題が4問出題されてましたけれども、これ、あの論文式試験の場合は、うお書きっていうのは要注意というか、ヒントの宝庫なんですけれども、まあ、今回のなお書きは、ですねその定款に別段の定めはないものとするっていうことなので、そこは考慮しなくていいよっていう、そういう足がいくつか出てますね、でそれ以外に、要するに考慮不要ですよっていうのの確認ですね。次問題8も なお書きですべ、えー、ての株主は株主総会が決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができる、できるの方ですから要するに議決権制限株式を発行してないよっていうふうに問題8は言ってますよね、だからそこも考えなくていいですよっていうことですよね、であるいは、まあ、ちょっと一見複雑そうに見えますけども問題12です。問題12 まあだから今のところは、ね、ずっとこの直書きについては気にしなくていいというところなんですよ、えー、例えば会計参与を選んだ場合、その会計参与が個人なのかそれとも監査法人、税理士法人であるのかというので法人である場合には具体的にその職務を行うべき社員というのを決めなきゃいけないわけですけれども、そこも考えなくていいよというだけですよね、でさらに、えー、最後、問題16。 問題16を見ていただきますと定款に別の定めはないということなので今のところは、ねあのま、考慮しなくていいよっていうそれだけの意味ですので特に問題はないですけどもただ今後はあの、ま、このあとにお話ししますように若干、新傾向の問題が出てきましたのでその今,今後はですね、なお書きの中で えー、その読み飛ばしちゃいけないようなことが出てくる可能性はなくはないので、な、ま、お、あ、書きについてやっぱり引き続き気をつけていきましょう、で取材内容についてはですねいつもと同じように、条文の損否、そんな条文があるかないか、あれば丸なければ罰っていう、そういう問題がほとんどでしたね、判例を問う足というのは7市、取材されてました、これ、前回と同じ数ですね、まあ、大体これぐらいの数ですよね。 で判例を聞いているのか条文を聞いているのかっていうのはもちろんそれ答えが違ってきますから重要なことなんですけども、えー、とこれ問題の1がただまあ問題文に書いてありますからね最高裁判所の判例の趣旨に照らして正しいものということなので,でまあかなり昭和36年とか41年というような古い判例も出てねますね。もあそのテキストにも書いてある 判例なののでこ、ね、ただ新しい判例でちょっと細かいマイナーな判例も出てましたね例えば、えー、問題8まあこれは何とかなるかな問題8昭和51年の判例ですけれどもこれは論文でも出てるやつですしねこれぐらいは大丈夫だと思うんですよ。 ただ次の問題17の判例が、ちょっと早くないですか、大丈夫ですか、えー、問題17、問題17の判例は、ちょっとこれは細かいですね、新しめの判例ですし、まあ、いわゆる中利世場価格とかですね、その、えー、買い取り請求の基準時なんていうね、かなり細かいの出てますね、これ論文の当連で出したりした とこころなんでですすけどもうういうのが出てますでまあ判例に関してはですね、まあ、今後ももちろん判例対策必要なんですけども取材可能性のある判例は、まあ、大体テキストには書いてあると思いますですからまあテキスト読んでいただいたり担当特別講座聞いていただければまあ、なんとかはなると思うんですけどもただまあ時間的な限界もありますからね全ての判例を全部チェックするってことはそれは不可能ですから。 なので、どれだけ勉強してもその本試験で判断に迷うような判例が出るってことは、まあ、これはもう覚悟しておいてくださいというぐらいしかないですねあと、最新の判例につきましてはですね、あのー、担当のポイントアップ討練12月向けでももちろん取材しますのでぜひ、まあ、ポイントアップ討練は、えー、受けていただきたいと思います。まあ、これが判例ですね で次会社法施行規則とか計算規則の関係ですけれども、会社法施行規則、計算規則が13問題、問題13ですね、問題13、えー、これはですね会社法施行規則116条6号を見ても、特にそこには何にも書いてなくて、会社計算規則136条を見なさいっていう指示だけなんですね。だからまここれを、まあ、これをも一応 出たっていうふうにカウントしてますけれどもそのカウントして会社保守規則が、えー、2子ですねで2子っていうか、まあ、まあこれ全部なんですけどもで会社計算規則が、まあ、これ4つってカウントすると4子ですね出てますねもう一問は、えー、問題18 さっきの判例の年月日なんていうのは、あ,のあれはもうその、もうじき、もうじかなうんとその、担当の解説っていうのも出,るで出ますので、レックの、あ、ま、多分ホームページアップされるんじゃないですかね、いいかげなこと言っちゃいけないんですけども、ももう原稿出してますので、えー、それもなんとかすりゃ、多分ももらえるとは思うんですね、何かすりゃですね、でまあ、それで確認していただければいいと思います。あと問題18がこれも会社法 施行規則でですすねね、まあ、これぐらいです、ね、で会社法規則施行規則関係もまあ、大体出そうなものについてはその講義で取り上げますし、えー、そのフォーサイトっていうレックのテキストでもちゃんと書いてますのでまあまあ大丈夫だとは思いますあと令和元年の改正法からも出題されてましたね株式 交付が出てました。問題十八ですね。えー、まあ、あ、問題十八どこ行っちゃったかな。あ問題十八ですね。ちょっとまあ。どっか行っちゃったので、えー、これはまあ、うさずに、えー。まあ、もうそろそろ令和元年の改正法も、まあ、普通の。それ以前の改正。 例えば、えー、平成26年の改正と同じような扱いで、まあ、普通に出たり出なかったりっていうことにはなると思います、もう特に、えー、特に令和元年改正だからって気をつける必要はないですね。で、ここからがちょっと要注意なんですけれども、いわゆる新傾向問題としてですね、例えば問題4ですけれども、こんな問題が出てます、これは今後はちょっと要注意なんですよね。まず問題4っていうのは まあ分野が総合問題であると、だから、機関の分野から2支、株式の分野から2支出てるっていうことですね、でそれだけじゃなくて、この問題文にね、問題文に条件が設定してあって、これちゃんと読み解かないと、正、え、誤、ー、が判定できないっていう問題だったんですよね、ちょっとこれ見ておきましょう、問題4をご覧ください、えー、取締役会および監査役を置きで、監査役の監査の範囲を会計に。 関するものに限定する旨を定款で定める株式会社であると、だからここまで読んだときに、この会社は監査役を置いてるけれども、監査役設置会社ではないと、で監査役設置会社でない会計限定をつけられるってことは、この会社は非公開会社であるってことをここで読み取らなきゃいけないわけですよね。 であと、種類株式発行会社ではないってことはその点については考慮する必要がないっていうことですね。で、そういう条件がついてますよっていうことで、この問題文を、正午判断していかなきゃいけないっていうので、これ、今までに出たことのない形式の問題でしたね、でこれはやはり今後、増える可能性ありますので、これはあのポイントアップ当連で、ぜひ、あのこの形式の問題ですね、問題文にまあいろんな条件、付け方ありますからね。 えー、明示せずに公開会社であることを表したり、明示せずに取締役会設置会社で表すあることを表すというような問題を作れますので、それをそういう形で作っていきたいと思います、だからまあ対策については特に心配なさなくても大丈夫です、で次、問題7、これもまあ新傾向問題といいましょうか、問題文の中に条件が隠されていると、取締役会設置会社以外の株式会社ということですから、これを会社は。 非公開会社であるってことになりますよね。非公開会社であることを前提に解かなきゃいけないっていうことですよね。これぐらいですね。新しい傾向になったのは、これぐらいですね。なので、その取材分野が、今回はこの総合1っていうのが、これが新しく、今までこういう出方してなかったんですけどね、加わりましたね。 はい、でそれも含めて、えー、分野別取材数ですけれども、まあ、これはいつもとまあ基本的には変わらないです、えー、商法から2問、会社法から14問、金商法から2問取材されてますね、で会社法の内訳が、まあ、若干、その総合問題が1問出たということで、若干の変更はあります、持ち分会社が出なかったりとかね、組織再編が3問出たりということですけれども、これって要するにあの、 どの分野からも基本的にはまんべんなく出てるっていうことですよね、だ今回だって、持ち分会社から出なかったからといって、次回以降、持ち分会社は勉強しないってわけいかないじゃないですか、だか結局、全員範囲からまんべんなく出てるんだから、全員範囲対策しなきゃいけないっていうことですよね。 でもちろん、禁証法については、まあ、これはあの非常に難しい問題が出たり、あるいはその結構膨大な範囲なのに、出題されるの2問だから、やらないっていう選択肢もそれはありますよ、ありますけども、禁証法については、優しい問題が出るときには、ものすごく優しい問題が出るんですよね、ただ、いくら優しい問題が出ても、基礎知識全然ないと解けないっていことになっちゃいますから、まあ、やっぱり最低限、優しい問題が出たときは落とさないっていう。 うそのぐらいの知識は必要ですよね、でしかもね、2問とも優しいってことが結構あるんですよ、2問とも難しいってこともありますので、だからこれもまあ、それなりにやっぱりやっておいた方がいいかなっていう気はいたしますね、で難易度についてなんですけども、難易度につきましては、まあ、ずいぶん昔になりますけども、この平成。 28年の12月担当というのが、これがあの平均点ね、受験生の平均点、企業法で60.7%トで60超えちゃったんですよ。で、それでどういうことが起こったかというと、全体のボーダー、合格点が70%を超えてしまったということになったんですよね。で、これ、まあ、合格点はだいーセ70%するっていうふうにしてますから、まあ、70を下回る分には、別に受験生に有利だから問題ないんですけどね。 70超えちゃまずいですよね、でまあ、そういう異常事態があったせいなのかどうなのか、それ以降、ずっとこれ南下の、南下の歴史がずっとここまでこう続いてきたんですよね、でまあ、この令和2年の8月でそこを打ったかなって感じなんですけども、じゃあその後優しくなってるかっていうと、全然優しくなってないわけですよ、そんな変わんないですよ、だからまあこの平成30年以降の、12月以降のこの問題っていうのは、これもずっと難しいです。 でこの傾向は多分このままずっと続くと思うんですよね、で実はこれ、事前収録してますので、まだあの合格発表前に収録してますので、どれぐらいの平均点か、実は知らないんですけども、あのまあ45%ぐらいかなっていう感じはします、えー、まあ要するにあの難しいと、えー、まあ大体そうですねあの40、45、6あたりになると、もうそれで相当難しいっていう。 完食になると思いますのででかかかななり難しかったかなとでまあこれぐらいのでも難易度は次回以降も続くと思いますので、えー、それを覚悟して対策をおその取っていく必要がありますよね。えー、そうですよね問題13なんていうのはあの初めて見たっていう方多,多かったですよね。問題13のあの。 不測の問題なんていうのはこれも会計士の受験生の皆さんだからご存知かなとも思ったんですけどもツイッターでアンケートを取ってみたら74%の方がいや初めて見ましたこんな論点という中期なんですけどねそういう問題が出たりしましたあるいは、禁証法の二重問というのも相当マイナーな問題が出てますからね。だからやっぱりそういうい もう本当にその場で勘でなんとかするしかないという問題が何問か取材されますので、そうすると、やはりこのなかなか満点はもう狙いにくくなった感じですよね、細かい条文も出てます、もっともそうは言っても、ですねその企業法の平均点と合格点、ボーダーとの間に、これ、何の関係もないですよね、企業法、今回、相当難しかったですけども、どうも今回、ボーダー高そうだっていう。 70超えるんんじゃないいかっててう,ような話もも出てますもんねですから、特にその企業法とその全体の合格点というのにはですね関連性はないということですよね、あとその企業法の場合はこれ毎度お話しますけども難易度って言っても結局、その取材された条文自体が難しいかとかねど真ん中の条文なのかマイナーな条文なのかっていうそれで難しいか優しいかが変わるわけじゃなくて、ですね自分が皆さんがご存知かどうかということで、 それで難易度が個人的に変わってくるわけですよね、他の人と知らなくたって、自分が知ってる条文だったら、優しいと感じるでしょうし、今極端な場合、試験直前に6本見てて、うん、細かいなと思って、その条文読んでたら、それがそのまま出たって言ったら、正規の判定できますよね、ですから結局は難易度っていうのは、客観的にその取材される問題の難易度っていうよりも、勉強する範囲をどこまで広げるかの問題でもあるわけですよね、まあ、最近よくこの話するんですけども、 その条文の取材頻度を富士山に例えて言えば、従来は8合目から上の部分、いわゆる AB 論点だけを勉強すれば80点取れたっていう感じだったんですけども、まあ、ここ6回ぐらいはですね、この7合目、いわゆる C 論点まで広げないとなかなか取れないっていうことですよね。そうするとその1合分っていうのは距離ではなくて体積ですからね。7合目と8合目の違いはね。だから体験、体感的には従来の1.5倍程度の 勉強をこなさないと80点以上取れないんじゃないかというふうふに思いますじゃあ、どうやって勉強するかというとこれはまあ基本的には変わらないです対策の仕方はもうやることは変わらないですね、基本的には担当テキストと一問一答それを解いていただくとだから設立のテキストを読んであるいは講義聞いてそしたら一問一答解いていただくとで、まあ、これ、ご自身でやろうと思えばできるんですけれどもやはり担当上級講座を聞いていただいた方が効率は いいいいんじゃないかと思いますであと、それではちょっとまだ、えー、不安だということは、六本を読み込むとか、あと、築城解説というのがレックでは出てまして、これが非常にあの論文合格まで使えるいい教材になっておりますので、ぜひそういう形で勉強を進めていただきたいと思います。まあ、以上、まとめますと、企業法、かなり細かいところまで聞かれていますけれども、まあ、ここ数回はずっとそうですけれども、勉強の方法としては、以前とそんなに変わらないと。 いうことでよろしいんじゃないかと思います。はい、企業法はこれで終わります。どうもありがとうございました。はい、えー、それでは合格発表後の12月に向けての科目別対策、えっ、ー、と監査論、えー、やっていきたいと思います、えー。担当は草加です。よろしくお願いします。えっ、ー、と監査論に関してはね、えっ、ー、と皆さんこの中では受けられた方とまあこれからね、えー、次回初めて受ける方といらっしゃると思うんですが、あのー。 まあ、買いなしというね今回はあのー、普段ここ、えー、もう数年、えー、全く監査論ではなかったんですけども買いなしなんていうのもあってですねちょっとあの今回の試験はあのなかなかざわざわしている部分があったんですけど監査論に関して、えー、各予備校もね何点取れたら合格だとかっていうことをいろいろ言ってましたが、えー、今回先に言ってしまうと、まあ、合格者の、ね、合格の73%っていうところを見てしまうとまあ監査論でやっぱり。 私は65でいいと思ってたんですけど70ぐらい取れたらあのまあかったのかなというような問題だったと、えー、最後振り返ってみて思いますね。であの、まあ、そうは言ってもね73%といっても、えー、管理の8点とあと監査論の5点が。 加わっての73%パーですから13点みんなに下駄を履いた状態で73%パーってことは71%パーぐらいなんですね、勝負はね。なので、えー、まあやっぱり監査論では7割ぐらい取りたかったという問題だったんですね。で、まあ、この監査論に関してはそうは言ってもあの印象は全く変わらず分析した結果、過去問がたくさん出ているんですね。なので 次に向けての対策という意味で、やはり最も重要な教材は、これは今までと変わらず過去問です。とにかく過去問。で、えー、過去問は、レックの場合はあの問題集にね、えー、担当上級なんかで取ってくださっている方は問題集に載っていますので、それが全6回以上載っていますので、その過去問をですね、完璧にすると。でこれ、完璧にするだけではっきり言って、今回の試験でも5割ぐらいは取れます。 そのぐらい同じ問題に通った問題題ったが出てますよく分析してみると半分ぐらいいはははやりり過去問という傾向は変わりませんなのでまずね過去問をやっていただきたいしその問題集を持ってない方はですね、えー、と監査論で一問一答問題集の最後に過去問をつけていましてそれもですね最新の基準ベースで焼き直していますので一問一答問題集の最後についている過去問をやっていただいてもいいですがとにかくやはり過去問。 これは変わりませんで今回ね正直私は解いてて難しいと思ったんですよ初め解いてて難しいと思ったでそれはあの見たことのないような選択肢がたくさんあったからなんですねでも結果として何で合格者のまあ方の点数がある程度取れてたかっていうとそういった選択肢を考慮しなくても取れたっていう問題がまあ意外とあったっていうのが結論だと思うんですねで監査論でねちょっと言っとかなきゃいけないのは えー、まず1つ目として問題の中で作り話系の選択肢私最近これよく言うんですけど作り話系の選択肢は誤りであることが多いとここが1つポイントになると思うんですねでえー、とね、まあ、ちょっと具体的に、えー、とどれっていうと、まあ、結構いろいろあるんでうんとそうですねえっ、ー、とどこを具体的に出せばいいかと思ってちょっと見てたんですが例えばね例えば 問題7で見ていただくとあのこの「い」なんですけどね、えー、これ、会社法の問題です、会社法の問題なので、まあ、これそれこそ森村先生の講義とかでも習ってる話かもしれないですが「い、えー」イで見ていただくと会計監査人はその職務を行うため必要があるときに会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め。これ で,丸ですよね報告を求めるっていうのは有名な条文ですし子会社の財産業務及び財産の調査権もありますよっていうことこれも有名な条文ですよね。会社法企業法の講義でも監査論でも大事な話でその後当該会計監査人設置会社の監査役等の承認を受けなきゃいけないこういうふうになんかね承認を受けなきゃいけないみたいな話が出てくると知らないとうっと思うわけですよ。あれ これなんか承認って受けなきゃいけないのかな正しいのかなということでこういったですね作り話系の選択肢が結構多いんですね。あとここ例えば、ね、問題の9で、あの選択肢見ていただくとし問題9ですね審査担当者には十分な知識、経験、能力に加えて当該監査業務に対する客観性を有するものであることが求められているとしかしながら小規模な監査事務所においては 実質的に客観性を有するものを確保することが困難であるため客観性を有するものでなくても審査を担当することが認められているとこれ試験の緊張感の中でですねこれを読むとうわ小規模な監査事務所の勉強してなかったなとそうするといや小規模な監査事務所ってどうなのかな分かんないからもしかしたら丸かもしれないなとこうなるわけですよね。でここのの気持ちよくわかりますでも正直なところ、まあ,あの、えー 担当の、ね、上級講座とかあとポイントアップト練過去問、まあ、問題集で過去問あと一問一答とかやられている方は一問一答そこで出てきていないような話というのは。 もう自信を持って知らない話は嘘だというふうに本試験で判断できるその力がねやっぱり今回も試されているで前回、ここ数回見てみるとこういうあたかも本当っぽい作り方をした嘘の選択肢これに騙されるという傾向が多いんですね。でこれは 何かというと普段の学習では慎重にえこれでもいいのかなと不安を抱えながら勉強するのは当然、むしろね下手に自信を持ってやるよりもいいと思うんですが本試験会場では学習した内容以外の内容が出たらこれは嘘だと作り話だと思い切って判断できるこの力がね本番ではあの大切だということは最近、感じるんですねななななのででこういいっっったたた今みたいなね小規模な監査事事務所とかあの大事な話だったら絶対講義でやってます。 大事な話だったら絶対やってます、あと、この今回の問題だったかちょっと忘れたんですが、臨時報告書について、監査証明はあのいらないんだけれども、ある場合だけは監査証明が必要だ、丸か×かみたいな選択肢があって。 臨時報告書はは監査証明はどんんなな場合ででも不要なんですだから講義の中とかで臨法に関しては監査証明不要だと言ってるんですけどこの選択肢の中でこういう場合には必要なことがある○か×かでもそんなことがあれば必ずどっかで知ってるはずなので皆さんは本番の時にそういう作り話系の選択肢を知らないことは全部嘘だというふうに思えるようにねやっていただくそのために過去問とポイントアップトーレもね5回。 まあ、あと公開無視1回、えー、これも、まあ、あの監査論としては完璧にしていただきたいしあとはあの、まあ、今言いました過去問ですねそれをやると,で、えー、と知識的なことを言うとです、ねえー、今回の監査論で60点未満だった方は まあ、あの人にもよると思いますけどもう1回インプットしてもいいかなっていうのは個人的には思います一方60点取れてる方は、まあ、アウトプットを、ね、しっかりやるあるいは自信を持って本番解けるようにする精神的な面で点数を落としちゃってる面っていうのは結構あると思うんです今みたいな選択肢でねなのでどちらかというと、まあ、アウトプットに60点以上取れてる方はアウトプットを中心にやるといいかなと思います あとですね、監査論に関してこれいつも言っている話ではあるんですがあのやっぱり換気法を読んでるか読んでないかで最後のプラス10点このあたりが、ね、あの取れるかどうかというのはかなり差がついている気がします実際に見ていてもそうですね。で、えっと、換気法を読むというのは正直つらいしあんまり、ね、眠くなるというのもあって、えー、避けがちですけどあの極端なこと言えば担当はそれでも受かるかもしれないです。 でも論文の時に換気法を担当の勉強で引いてなかった人っていうのはかなり苦労しますのでやはり換気法はあの担当の学習のタイミングから引いていただきたいで例えばこのねあの今の問題でまああのこの問題級の後とかねこれがあったらまあこれに対する解説冊子とかもレックで作りますのでそこにえ解説に書いてある、えー 換気法の参照番号を実際に原文で見てみるとで、ここに解説に書いてあるのを原文で見て何の意味があるんだと、同じものを見て何が意味があるんだという意見もあるんですけど、まずそもそもね、もう1回原文で同じものを見るだけでも定着率は違いますし、あとは、換気法って文章になっているんですね。で例えば、簡法200の10個があったとしたら、200の10個が模範解答の解説の 参照基準だったとしても実は200の10項っていうのは91011のひとまとまりの文章で意味を成しているところの10項かもしれないんですねなのでその換気法を引くときは解説に換気を200の10項って書いてあったら200の10項だけじゃなくてその周りの9項11項ひとまとまりの文章かどうかっていうのは換気法を見ればすぐ分かりますのでぜひね換気法を引くタイミングでそのひとまとまりの文章を読んでいただくと。 いいいいうのが一番いいと思いますなので換気法はねやっぱりあの担当の後そのプラス10点底上げをする時にその周辺の規定まで今言った例えば217210の周りにある91011とかね一とまとまりの文章を読んでるかどうかで変わってくると。で、えー、たんあの換気法をそれでもやっぱりどこ読んでいいかわかんないっていう方はあの私はね今まであんまりあの これは大きい声で言っちゃいけないのかもしれないですけど一問一答ってそんなにもうやりたい人やってくださればいいですよっていう形で言ってたんですがあの一問一答正直ねこれ今編集してるあの,のが あのすごいねあのしっかり編集されていてかなりね力がつくようにどん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 変わってきてます。なのでもし基準を漫然と読むのが嫌だという方は一問一答を通じて一問一答って基準をね一問一答やれば基準をあの結構網羅したことにな,りますなるように作ってますんであのでもう基準を今まで読んでたけどなんか点数が上がらないなとかっていう方はあ,のある意味ね一問一答で、えー、まああの 単元ごとにというかね、分野ごとに基準の。 話をあの見ていくっていうのはあの一つ方法かなというふうに思いますので、あのやり方はねそれぞれだと思いますが、ただあのやるべき教材としてはそれ以上は監査論はないです。えそれをやってた方は正直あのあんまりこういう話もね聞きたくないかもしれないですけど、あのバッチリやっててねあの言う通りやってくださった方、9割取れたって方もいるんです。正直なところなのであのまあ受けられてる方はねあのあの私受けてない方もいると思いますが、あの。 そこまでやれば、ね、あの実は9割ぐらい取れるということもあり得るので、えー、なので、えー、まあやはり、ねえー、過去問を中心としてポイントアップ答弁とあとはあの一問一答やる方は一問一答や,るやらなければまあ基準集を読み込むということがいいと思いますし、まあ、それしかね方法はないとあと、えー、これもね入門クラスとかでいうのは監査論はあの人によっては理論科目だから直前に詰め込めばいいでしょということをおっしゃる方が結構いるんですが。 監査論はダメですそれで皆さんもしかしたら点数を損している方もいっぱいいるかもしれないですね。というのは、監査論はあのちょっと勉強すると少し点数が上がるんですよ。よく言うんですけどね。で、その後さらに勉強すると下がります。点数は下がります。常識的に取れるような問題があの難しく考えすぎてですね、取れなくなるっていう現象が起きるんです。例えばね、問題の13の E なんか見てみると、 近年の IT 化の進展による問題13ですね、いいですけども、IT 化の進展による監査業務の自動化等の状況を踏まえると、監査人は監査対象となるデータの収集、整理、加工、分析等を行うデータアナリストなど、専門家の活用が求められる、まあそうだなと。で、が、自ら IT に関する基礎知識を習得し、アップデートすることまでは求められてない。こんなのを一歩引いてですね、一般常識で考えたら、 IT の基礎知識がこのご時世にいらないわけがないんですよ。なのでこんなところは求められてないというのは罰に決まっているんです、常識的にはそうなんです。でも、これ勉強を逆にされるとあれ IT に関する基礎知識ってどこかの基準に書いてあったかな、いや書いてないなじゃあアップデートすることは求められてないなこうなるわけなんですよ。なので監査論ってあのどあのもちろん計算科目みたいにあのすごく時間がかかるってわけじゃないんですが あのね、コンスタントに少しずつでいいからコンスタントに勉強した方が力がつきますちょっとあのやってはやめて1ヶ月ぶりにやるとかねこれをやるとせっかく力がついたものがあのまた振り出しに戻ったような感じになってしまうんでねなので監査論はどちらかというとですよ計算科目的なあの要素を持ってると思っていただいてあの 1>, 1週間に1回まとめて30問とか20問解くのであれば1日2問ずつとか、ね、3問ずつちょっとした時間でいいですそんな時間をかける必要はないです正直あの会計試験計算科目絶対大事ですからあの計算をやっていただきたいんです監査論は二の次でいいんですがただあの1日10分とかなら、ねまあ、取れると思うのであのぜひ、ね、そういったコンスタントに続ける監査論は続けるという方があの得点が伸びるというふうにあの。 まあ最近ねあの、実際の勉強された方の,あの話を聞いていても、そっちの方がいいというふうに思いますので、えー、コンスタントに過去問とね、えー、担当ポイントアップ答弁、そしてあの、まあ、60点未満だった方は、講義の内容をもう一回ねあのあの、聞いていただいて、中身をね、理解を深めていただきたいと思います。でえー、と残りり時間はもうあまりないののでで今回監査論ではです、ね、この、えーと まあ、レジュメってほどのレジュメじゃなくて、ですね換気法の,この体系について、ですねこの、えー、と付録として、換気法って、えーと、目次代わりにこれをお配りしていますので、あの特にちょっと重要で、あのまだね、 12月担当という意味では半年弱ありますからあのまあ特に重要だというところだけ簡単に指摘して、ね、終わりにしたいと思いますが関係をまず200 3ページ目ですねレジュメの3ページ目の関係を200、まあ、これは何度も読んどいてほしいんですここはあのいくら基準を読み込むのがつらいなと思っても200はもう本当に基本中の基本なので200ですあと240、ね、不正の話これもよく出ますこのまま出ます240そして えっと、ま、230はちょっとあえて丸しなくていいですが、230監査調書なんていうのは、これはね、あの、普段の学習で1回や2回、あの、問題を解いてしまえばですね、あの、そんなに読み込む必要もないんですが、200とか240。あとはですね、えっと、 ここは悩ましいんですが、315は基準が改定されてますので、315に関しては、あの、通常講義でももちろん扱いますし、えっと、ここね、基準の改定、まだ、あの、あまり、えっと、見てないなという方は315五やっぱり読んでいただきたいですね。で、えっと、320の重要性ですね。ここもよく出ます。で、330。まあ、この辺はね、大事です。 はい。まあか、あの、中心となるとは、なるのはそのあたりですね。で、あと、ま、ずっと細かいのがいろいろあるんですが、540の会計上の見積もりの監査、これもですね、あの、改定されているので、最近は重要性が高いということで、540。そして、次のページで、えっと、4ページ目ですけれども、ここのですね、 えっとまあ、700の、ね、監査意見のところですよね、700の意見形成の話、そして701のカムですね、監査上の主要な検討事項、えー、そしてです、ね、720のその他の記載内容、まあ、ここも監禁法、変わってますから、このあたりですね、まあ、今言ったところなんかは、あのそこだけを、ね、なんとか時間を取って読んでいただいてもいいと思います。 それ以外のところはね、問題で出てきたタイミングで読んでいくというふうな形でもいいので、とにかく換気法を、ねまあ、参照するようにしていただきたいと思います。今、丸つけていただいたところはもう換気法だけ時間を取って読んでいただくのもね、1、2回やってもいいかなというところです。はい。えっと、なので、えっと、ちょっとね、えっと、時間になりましたので、ぜひね、あとは最後にもう一回言いますけれども、作り話系の選択肢は、あの、 もう嘘だと自信を持って切れるように本試験までね、えー、積み重ねていっていただきたいと思いますあの本当にねそれで騙されて何、えー、か丸かなと思って丸にしてしまって点数を失ってるっていうのはかなり多いと思いますんでそこだけね気をつけていただきたいと思いますはい、えー、それでは二宮先生変わりたいと思います、えー、じゃあ監査論終わりにしますお疲れ様でした はい、えー、それではですね、まあ、合格発表後の12月に向けての科目別対策の管理会計論ですね始めていきたいなと思います、えー、担当は二宮ですよろしくお願いしますはいえっとまあ一応合格発表があったということで、えーまあ、全体のボーダーがまあ73%というところで、まあ、結構近年の試験にしてはまあ合格ラインが高いなという印象を持たれた方が多いのかなと思うんですけど ただ、疑問というか、あの買いなしというのが管理会計で1問、監査論で1問ありましたので、まああの、点数に換算すると13点分という形になりますから、まあ、13点だと、まあ、全体のボーダーを2.6%押し上げるような形にはなりますので、まあ、実質的に、まあ、この買いなしの問題というのは、まあ、正当可能性自体は低とかっていう評価のものになってくるんで。 まあ大抵の受験生ができないってことを想定したときに、まあ、実質的なボーダーっていうのがまあ71%ぐらいっていう感じにはなるのかなと思いますので、まああのー、71%ぐらいだったら、まあ、最近の試験だと高い方ではありますけど、まあ、ちょっと一昔前であれば71、71%ぐらいのボーダーのっというのはまあ何回かありましたので、あのーまあ、意外とそこまでむちゃくちゃ高いっていう感じではないのかなとは思います。はい、ただまあ 管理会計についてはね、結構、あの試験終わった後とかにいろんな方の相談とかを受けていく中で、まあ割と点数がまあ取れてる人が多い印象はありましたね。特にあの合格されていた方なんかは、管理会計で割と貯金ができているようなイメージになってますね。まあ、あの今回の試験はね、ちょっと企業法がまあ難しかったっていうところもあるかとは思うんですけれども、 今後の試験がどうなるかはわからないんですが、ちょっと会計大学院の方の、ね、こととかを想定して、企業法は難易度が高くなってくるのかなとは思うんですけど、まあ、今回の試験ぐらいの難易度で、企業法の平均点が40点前半ぐらいの、まあ、点数になってたかと思いますけれども、まあ、これぐらいの水準になってくると、管理会計でちょっと貯金をしたいっていうような、まあ、感じにはなってくるのかなと思います。 まあ従来はね、管理ってちょっと足引っ張ってもいいかなっていうぐらいの科目だったとは思うんですけども、まあ、全体のことを考えたときに、管理であの7割っていうところを一つ目安に考えて、対策を取っていく必要性も出てくるのかなとは思いますね。でこれぐぐららいいののの試験の難易度で7割ぐらいの 点数というと、まあ、そんなに無茶な目標点数にはならないのかなとは思うので、まあ、管理が苦手な方にとってはちょっときついなって感覚あるかもしれないんですけど、対策次第で十分に、ねあのー、点数としては確保できるようになるのかなとは思うので、まあ、今後、ちょっとね、管理会計に割く時間とかを増やしつつ、まあ、12月に向けた対策は取っていただければなとは思います。で今回のの試験ですと一つの その7割超えるための模範的なというかあの再現性が高い点の取り方としてはやっぱり理論でしっかりと点を取るってとこですかねまずはねあの直近の12月の試験とかもそうなんですけれどもその去年の12月の試験とかも理論がかなり難易度が優しかったと人によっては結構その満点取ってた方も多かったといいますか、まあ、十分に満点狙える内容だったと、まあ、直近の試験は5月の試験についてはこの 問題の1番ですね、まあ、商標帳簿に関する問題が出ていて、まあ、これは、ね、なかなか対策を取っていた受験生もほぼいないでしょうし、まあ、取れていたからといって確実に取れるかというとちょっと怪しい問題なのかなと思いますので、まあ、ここは、ねまあ、できないということを想定して残りの7問のうちどんだけ解くのかという世界になってきますけど。 まあ8問のうち7問全部取ってる方も結構管理会計で7割超えた点数取ってる方だと多かった印象を受けますね、まあ、8分の7理論で取ってで計算で5問取ってるっていうのがまあ一番再現性が高い点の取り方になってくるのかなとは思います理論はねおそらくですけどねもしかしたらちょっと難しくなる可能性もあるんですけどももうここ数年ずっとこれぐらいのレベル間の難易度が続いているんで まあどんなにミスっても3問以内には抑えないと、まあ、あの全体のボーダーを超えるっていうのはちょっと厳しい感じにはなってくるのかなとは思いますんで、まあ、できれば2問ミスですかね。うん、それぐらいではあのー、なんとか乗り切れるように仕上げてはいただきたいですね。 でまあ、現状、例えば3問とか4問とかしか取れていないという方であれば、まあ、結局、レックで勉強していただくのであれば媒体としてはそのテキストと一問一答問題集ですねこれが理論対策用の教材にはなってくるので、まあ、テキストをしっかり読み込むという作業と一問一答でアウトプットをしていくという作業ですねこれをしっかりやるとで一問一答問題集とかも,もう過去問部分はねやってるともうそこ何回もやったと。 で過去問以外のところっていうのが問題集にあるわけですけどもそこやってない方であればとりあえずそこをやっていただいて、まあ、今後理論の対策をまあさらに進めていくっていうのを、ね、やっていただくといいのかなとでそれすらもやったんだけれども、まあ、点が取れていないっていう方はね、まあ、この方は単に問題をやってしまってるだけの可能性はありますんで まあその問題解くときにできればそのなんでこれが合っていてなんでこれが間違っているのかっていうそこの,あの自分で解説を作るような感覚でまあ問題に当たっていくっていうのがまあ重要なのかなとは思います結構長く勉強していると機械的にやってしまうところがあったりしてで見たことある選択肢とかだともうこれ知ってるわって感じで正解間違いとかっていうふうに即座に判断できるようになったりはすると思うんですけどもまあ一旦立ち止まってまあなんで間違っててなんで合っているのか 自分でアウトプットしてみる中で、ね、あのご自身で理解が弱い部分とかが判明したりすることもあるのかなとは思うので、まあ、そういうことをやっておくと、先々のことにはなりますけど、論文の対策にもつながっていきますんでね、もう次の12月に向けて、管理のそういった理論については、ちょっとアウトプットもできるようにしておくと、自分であの回答を作れるようにしておくっていう準備を進めていただくと、あのかなり気持ちよく、ですね、担当終わった後、論文の対策に入れるのかなというふうには思います。はい でその作業やってねできれば次の12月の試験では、まあ、6問ないし7問ですね、まあ、理論で点数が確保できるようにちょっとね細かいところまで詰める作業は進めてもらえればとは思いますね。ね、はい 特に今回のね本当に理論なんか何が難しいっていうのは特にないんでねあの原価計算の分野はどれも理論は簡単ですし、まあ、管理会計の分野はちょっと一部ね知らないものも含まれていた可能性はあるんですけど、まあ、とはいえ他の選択肢から十分正誤判断ができるようなレベルだったんで、まああのー、それを考えた時には、まあ、十分ね7問取るっていうことも可能だったのかなという,ふうには思いますで。次に計算なんですけど、あのー 計算に関しては、本当にこの計算がねできる人、できない人っていうのは、相当まあ差はついてくる問題だったのかなとは思うんですけども、ただ今回、結構、すごく簡単なラッキー問題とかもあったりはしてそ、そんなにむちゃくちゃ点数が取れてない方っていうのが少ないなっていう印象を受けましたね。 まあ私がねあの、試験終わった後相談を受けた人の数っていうのは、そんなね、100人とかいないんですけれども、あのまあ、その数の中だと、そんなに4割とかを下回ってる方っていうのは少なかったというか、計算であの2問ないし、3問正解できてますっていう方が多かった印象はありますね。はい、だから、割りかし全体の点数で見たときに、管理会計そんなに悪くないなっていう印象を持った方があの、相談者の方々で多かった印象ですので。 まああのー、平均点が、ね、上がるのは結構必然なのかなという感想ですね。でただその管理会計で50点台の点数とか、まあ、それぐらいの点数っていうのが取れていて、まあ、あと1問ないし2問計算で取るためにはどうすればいいですか系の質問っていうのがすごく多かったんですね。でこの方々に共通して言えることとしては今回の問題でいうとこの問題の6番と 問題の13番ができてるかどうかで差がついてましたねこの問題6と13ですねここができるできないで点数が全然変わってきますから6と13がこの今回の問題でいうと分かれ道になってくるのかなとは思います まあ6が工定別計算で13が ABC でどちらも8点問題なんで両方合っていればあの16点分っていう形になりますからまあ,あのこれ両方間違えてて50点半ばぐらいの点数の人であれば両方合えばね70点超えるような形にはなりますのでまあこの2つできているかどうかによってあの出来不出来に差が生まれているっていう印象はありますねまああとはこの最後の問題もそうなんですけどねここもちょっとあの できるかかどうかっていうといころ、まあ、これできてない方は結構点数悪い方が多かったかなっていう印象ですね40点台ぐらいの点数の人に多かったかなっていう印象です50点台ぐらいの点数取れいている方はだいたい16は取れいているけど6と13、まあ、これができてないっていうケースがまあ多いという印象ではありますねで問題6に関して言うとこれまあ工程別計算の普通に平易な問題なので まあ確かにね、あのー、見た目がボリュームあるんであんまり実践的にまあ解きたくないなっていう感覚になるのは仕方がないところではあるんですけれども、まあ、とはいえ工程別計算ってそんなに特殊な問題が出てくることっていうのがほぼほぼない論点でもありますんでね、まあ、ある意味時間かければ、あのー、回答にはたどり着ける可能性が高いテーマでもありますんでね。 まあそういったところがやっぱり普段からですね、感覚として抜けてしまってるっていうのがあるのかなと思います。単純に資料が2ページにまたがってるから、まあ、やめておこうというところでね、まあ、避けてしまったという方が多かったのかと思うんですけども、まあ、これは全体通して見たときに、何とか解いてほしいかなという問題ではありますね。でもこれなんかはやっぱり普段の演習量が物言うというか、 あの普段からしっかりと計算演習やっていて、まあ、工程別計算なんか、ある程度素早く回答を導くことができますよっていう、そのあたりの自信が身についていればね、まあ、そんなに恐れずに取り掛かることができたんじゃないのかなとは思うので、まあ、今後のそういった一つの課題として、あのまあ、ご自身の、ね、中でそういう持たれている先入観とかをちょっと払拭するっていうのは、まあ、大事なのかなとは思います。はい で問題6はただね、あの本当に普通な問題なんで、時間無制限だったら、もう大抵の方、その入門生の方でも十分正解できる内容なのかなとは思うんで、またまあ、あのできてない方はよく見直しはして、今後の対策に生かしてもらえればと思うんですけど、結構、根が深いのは問題13とかですかね、この ABC の問題はちょっとね、できる、できないってところで。 その人の人素養みたいなところがちょっと影響するような問題にはなっているのかなと思うんですけど最近ちょっとこの ABC という分野ではこのような推定を挟むような形式の問題がまあ出てきているというところで、まあ、どうしても ABC って普通に聞いてもねあんまり難しくなりようがないので、まあ、少しこういう推定を挟むような形で問題の難易度を上げてくるっていうのがここ最近のトレンドではありますね。 でそんなに大層な推定をするわけではないんですけれども、あのまあ、この製品の売上げの推定とかをやっていかなければいけないっていうところで、まあ、ここがね、結構できる、できないっていうので差がついてくると。 で別にこういう論点に限ったわけではないんですけどねあの逆算する問題とか推定を挟む問題っていうのは当然他にもありますんでね ABC に限った話ではないんですけどこれ系の問題っていうのができるようになるにはどうすればいいですかっていうご質問とかも試験終わってから受けたんですけど正直明確な答えがあまりないというかあのこれ系っていくらでも難しく作れますしあの基本見たことない形式で出てくるっていうのが通常ですんでね 見たことある問題の推定ができてもその見たことない問題ができるようになるかっていうとその保証はどこにもないので結構こういう推定系の問題は解けるか解けないかっていうところでその日の調子とか問題との相性っていうのが大きく影響してくるのかなとは思いますだから正直あまりねやみくもにこういう問題とかを解けるようにしようとかっていうふうに躍起にならない方が、まあ、個人的にはいいのかなというふうには思うんですけども まあその反面どうしてもこういうのをねちょっと克服したいと、多分財務会計とかでもあると思うんですよ。あのー、普通のね順路の計算ではなくてなんか逆算して特定の項目の計算をしなければいけない場面ってあると思うんですけど、こういうのが苦手な方っていうのは、そもそも通常の,あの普通の計算の,その手続きっていうところに、なんか曖昧なあな記憶とかっていうのが定着してしまっている方が結構多いのかなとは思います。多少ね算数的な 考え方も必要ではあるんですけども普通に推定ではない通常の計算っていうところでちょっと手間取ってるとか知識が曖昧な部分があったりするとこういう逆算系の問題っていうのは絶対できないので、まあ、ある意味その分かってるかどうかを問う上では、まあ、いい形式の問題なのかなっていう印象はあるんですけれども。 まあこの手の問題は、ね、そんな問題集とかにもたくさん載ってるわけではないので初見でできるかどうかが全てではあるんでね、まあ、当連とかではまた今後も出していこうとは思いますけれども、まあ、逆算系の問題に対する対応力を上げるためにはちょっと矛盾してるかもしれませんけど通常のそういった逆算ではない問題のとにかく理解度を高めるっていうことでしか解決はしないのかなとは思います。 でそこの知識面でね、何かそういう不安要素とかがなければ、まあ、逆算系の問題があっても、ある程度自信を持って取り組むこともできるのかなとは思いますんでね、まあ、ちょっと答えになってない部分はあるかもしれないんですけども、まあ、通常のその順路の計算問題ですね、まあ、それをしっかりと自分の中で完璧に仕上げていくっていうのが、まあ、対策としては重要かなというふうには思います。はい だから角、ね、過度に逆算できないといけないんだとか、っていうね、まあ、こういう問題にあんまり躍起になって、ね、取り組む必要性はないのかなとは思いますね。はい、で、まあ、この問題6と問題13、本当にここができていれば、ね、かなり高得点っていうのを狙えたというところで、あのーまあ、試験終わった後ね本当に相談を受ける中だと、この2問が一、ね、つの争点になっていたような印象はありますね。はい あとは割と計算だとねあの、はっきりできるものできないもので分かれていて、この問題10と問題10、問題10とこの問題14ですね、ここはもう確実にあの、まあ、解けないというか、問題10はそうでもないとは思うんですけど、ただ、やったことないと時間内には基本的に解けないのかなとは思うので、まあ、この2箇所はね、できなくても構わないと、であと、疑疑問というか、買いなしの問題が問題2にありましたので、実質的に取らなきゃいけないのは5問なんですよね。 ここの2問を捨てて問題の2番は解かなくてもいいということを考えたときに残り計算問題5問というところを確実に取れたかどうかという、まあ、そういう試験の内容だったというふうに振り返ってもらっていいのかなと思います。はい、ですのでちょっとあのまとめるとあの結局問題13の ABC というのは まあ最悪できなくてもまあいいんですよ、これはね、できた方がいいのは確かなんですけども、まあ、これができないっていうよりは、問題6と問題16ですかね、ここの2問っていうのができていないと、外にまずいと、ここはもう問題集とかでも類似問題があるんで、ここができていないっていうことは、基本的なその論点で、何かその理解が足りていない部分が出てきている可能性がありますので、ここの2問のところで、今回できなかったっていう方は、また問題演習をしっかり繰り返してください。 で問題集とかもできればあまりもうその重要度とかは気にせずにできるだけ網羅的にやっていくっててていいいいくうところを心がけてもらいたいんですね結構その重要度ねあの、まあ、B マイナスみたいな形のものとか、まあ、C のものとかも中にはありますけどただその重要度低いものとかまでやっておくことによって一応一通りのことはやったんだっていう自信にもつながっていきますんでね。 その知識面で曖昧な部分がこの分野に関してはないぞっていうのが1つの自信につながって、まあ、問題とかの回答の精度を高めるっていうねちょっと間接的な効果も期待できますからできればねあのー、特にこ設備投資なんかそうですけど論文でも大事な論点なんでね担当でも次の12月でも出る可能性がやっぱり高い論点ですからここなんかは特に自分が得意だっていう,ふうに言えるぐらいまでですね、まあ、しっかり知識のブラッシュアップを図っていただければなという,ふうには思います。はい ですので、す、ま、の、あ、いつも言っていることは同じなんですけども、まあ、あの受験生の皆さんにやっていただきたいこととしては、まあ、問題集の反復演習っていうのを普段からしっかりやっていただいてで、まあ、その計算の基本的な知識の定着ですね、まあ、記憶の維持というところを心がけていただくと。 で、あとは、まあ、練連通じて実践感覚を身につけていくっていうところをね、あの、やっていただければ、あの、自然とね、力が上がっていく部分はありますんでね。まだ現状ね、問題集とかも全然、その2回、3回しかやってないのであれば、まあ、これから先ですよ。どんどんやんなきゃいけないのは。 あの多い方だと本当に10何回とか20回とか30回とかやってる方いますし最終的に問題集1冊回すのに1時間とかで回せますとかっていう状態になればもうその問題集についてはもう完璧と言ってもいいのかなと思いますんでね、まあ、そこぐらいまで仕上げるっていうふうに徹底的にとにかくやることでしかねあの今後伸ばすことっていうのはできないのかなと思いますんで、まあ、とにかくねちょっと結果を悔やむよりはちょっと12月の、ね、試験に向けて前向きに。 圧倒的に他の受験生よりもやるっていう感覚でね取り組んでいただければなとは思います、はいまあ、それではですね、まあ、管理会計については以上となりますので、次、じゃあ、ちょっと財務会計に変わりたいいいと思います、うん、はいえー、それではラスト、ですね財務会計に関して、ですね、まあ、12月に向けての科目別対策ということで、えーまあ、20分ぐらいですかね、えー、簡単にです、ねえー、いろいろとですねちょっと見ていきたいと思います。はい えー、それでは、ね、お手元には一応一点レジュメがあると思いますので、まあこちらの方でですね、えー、まあ今回のですね五月試験のまあ特徴というかね、まあ各問題ごとにですね、まあ何を取るべきで何がですね取れなくても仕方がないのかといったようなですねことを少しですね載せましたので、まあ開いてですね一ページ目見てください。えー、まあ財務関係のね分析ということで。 えー、まあ財務関係ね、計算と理論に分かれており、まあ、かつ計算の方はですね、個別の計算と、まあ連結の総合とですね、えー、さらにですね、えー、2つに対別することができます。で、まずはね、個別の計算です。まあ今回ですね、もう、 分析会なんかでもです、ね、お伝えしている通り、まり、あ、難度としては比較的優しめな、えー、問題が多かったんですが、まあ、特に優しいのはです、ね、この連結の総合と理論になります。でまあ、個別の計算は、ねまあ、そこまで、ね、めちゃくちゃ優しい問題が、えー、多かったというわけでは、まあ、別にないのかなと思います。個別の計算に関しては、まあ、あの標準レベルということで、別に、まあ、すごい難しくもなく、まあ、別に簡単でもないよというところで、まあ、至って標準レベルで、まあ、いい難度なのかなというのは思います。でまあ、その中でもです、ね、まあ、この一枚の表のところの A、 とですね、書いてある問題のカテゴリーですね6台ありますがまあここに関してはテキストの説明であったりだとか、まあ、問題集レベルの問題になりますので、まあ、基本的に取っていきたかったかなという、えーまあ、そういった問題なんですねまあ具体的なですね各問題の論点表は、まあ、これは以前の分析会とかでもお配りしたものと全く同じなんですが 471151820なのでまあ論点としては、棚卸資産払い出し単価の算定資産除去債務問題11がキャッシュフロー計算書問題15がえ収益認識ポイント制度問題18が外貨換算の振り当て処理です。問題20が 元素の呪いまあ、この辺りはですね。取って欲しかったというところになりますんで、まあ明にですね。ちょっと原因及び対策とあるんですが、状況としてまあ、この a 問題6台ある。うちまあ、1ミスぐらいにですね。留めることができなかった方まあ、5台以上取れなかった方は、まああの基礎が不足しているというところになりますので、まあテキストの設例であったりだとか、上級問題集で基礎を固めていくっていうですね。必要性が出てくるかなと思いますね。まあ、少なくともテキストの説明や上級問題集をですね。きちんと何回転化して。 まあ問題がストレスなく解けるような状況になっていれば、まあ、A 問題はまあ5台以上は取れたんじゃないのかなと思います。はい、で、えーまあ、B、まあ、ここは、ねまあ、取れなくても仕方がない問題も入っているんですけどただまあできれば、ね、こう取っておきたかったというところなんですが一応まあ5台あるのでなんとかこの中から23台は正直試験的には、ね、その合格するということを考えれば拾っていく必要はあったのかなと思います。 はいまあ、全部が全部っていうのは、ねえー、なかなか難しいかもしれませんけれども、はいまあ、あのモデルな性質っていうのはまた後で見てもらい,てもらいたいんですが、えー、そうですね、まあ、この中でどれが取りやすいかっていうのはなかなか人によってまちまちだと思います。ので まあここはね、えー、なんとか2、3台欲しいというところです。で、まあ、C ランクね、問題12と問題16で、これ、貸し倒れ引き当て金に関する問題と、問題16が退職給付の問題なので、まあ、ここは正直落としても仕方がないのかなという問題になります、はい。で、そこでね、ちょっと状況として、まあ、問題16って退職給付のですね、えー、過去勤務費用。 の算定の問題で、まあ、期間定額基準なんかをです、ね、使っていくようなですね話だったんですがまず取れなくても仕方がない問題ではありますただこの問題16が取れないっていうことはあのすごい機械的にですね普段問題を解いている可能性はあります非常にこう理解っていうです、ね、面を問うにはいい問題なんですよで設定はすごくシンプルなんですよすごくシンプルなんで、まあ、最終数値がね 仮に間違えてしまったとしてもどうやってアプローチをかけていくのかというところが思い浮かばないという状況だとふ、まあ、普段の退職給付の、ね、問題はこう機械的に解いているという節がまあ少なからずあると思ってください。 あまあ、こういう問題だからこうやって回答まで足を運んでいけばいいんだなという道筋が、まあ、見えればまたそこはね、まあ、実際最後会うかどうかは別にして見えればですねそこはいいんだけれどももし問題を見た瞬間にこれ全然わけわかんないなとどうやって求めたらいいのかわかんないなというような状況であれば、まあ、これはあの普段の退職給付のです、ねえー、問題を解いていて、えー、まあかなりこう機械的になっている可能性があるので、えー、ということはですね他の論でもそういう可能性があるということですよ。 なのでちょっとね、そのあたりは自分でこの問題16ですね、対象給付に関してどういうアプローチをかけていったのかということを今一度ですね、確認をして、えー、まあ、本当にね、こう… 手回足も出なかったとっいう方はですね他の論点でもこう機械的になっている可能性があるのでまあそのあたりはちょっと反省の材料というか次に向けてねいろいろと変えていかなければいけないような課題が見つかるような問題なのかなとは思いますねまあ現状、ねその取れなくても仕方がないんだけどもねどういうプロセスを追っていったらいいのかとかどこまで自分がね初見でこの問題16対応できたのかというところはねあの確認すべきものなのかなと思い,ますはいであとはですねえ問題6、問題21えこれ可燃度性で特に3回目以上ですね 受験されてる方で問題6や問題21が取れないという場合は、まあ、純粋に計算力不足というかですねもっと訓練しなきゃだめですよというような話かなと思います。問題6問題題はですねあの 設立レベルの問題なんですがただ、集計が多いのでミスは出てしまう可能性があるようなところなんですよだからまあ特にその初回受験生の方はですね、まあ、正直まあそれは正解してほしいんだけど間違えてもしょうがないかなと思うんですね問題6が、えー、無傾向でさの金額あじゃなくて流動,負債,か流動負債の金額を求めるという問題で問題,、えー、あ問題21がソフトウェア研究開発費ですね、はい、決して難しくはないんですよ なので、初回受験生、2回目受験生の方までぐらいであればですねまあ間違えてもしょうがないのかなと思いますけども、3回目、4回目の方で,ですね間違えられたということは、ちょっとですねその計算不足ですね、計算力不足になりますので、そこはね計算の強化を図っていくということですね。で、1台あたりの資料が多く、ボリューム感のある問題で練習を積むとありますま、対策としてはですね。あるののでまあもしねその 3回目以上、ね、受験されている方で2冊の、ね、上級問題集があると思いますが、まあ、それは、ね、すごくやり込んであるんだけれども点数がなかなか伸びないという方は、まあ、これ結構相談を受けるんだけども、えーまあ、そういった方はフルマスター講座というのがあるのでこれ2冊のです、ね、上級問題集よりも、まあ、ちょっとレベル感の高い問題でかつまあ1台あたりのです、ね、ボリューム感というのはすごいあるので,、えー、なのでもし、ね、可能であれば、まあ、こういったフルマスター講座なんかを取って えー、もう1ランクですね、計算力をです、ね、磨くという意味で、えー、練習を積んでもらいたいかなとは思います、ただ、2冊の問題集がまだ全然っていう方は、フルマスターに行ったら、です、ね、あの多分全然、もっとですね難しかったり、ボリュームが多いので、あの1台とこのめちゃくちゃ時間かかって、むしろ他のの、ね、科目まで手が回らないようなです、ね、リスクも出てくるんで、まあ、基本的にはフルマスターを取る前提としては、2冊の問題集がある程度、スラ,スラあのできていると。 えー、でもなんか本試験で点数が伸びないという方向けの、まあ、講座だと思ってくださいあのフルマスター講座って書いてあるんだけどもこれフルマスターの問題集がついていてその問題集の解説講座になるので、まあ、ブリッジ講座のまた別問題集バージョンだと思ってくださいだからまあ問題集はブリッジと違って全部の問題解説をしていますので、えー、一応分かんないものがあれば講,座あ講義をね聞いていき分かる問題は別にわざわざ、ね、あの講義の方は聞く必要はありませんので、はいまあ、ブリッジのです、ね、もう1個ハイレベル版だと思ってもらえればと思いますはい えー、ということで、まあ本当にね。2冊の問題集をやってもっていう方は、まあこのフルマスターの方に移行されることをですね。お勧めします。はいまあ、これがね個別の計算のま、簡単な分析というところですね。で、あとはね、えー、その人総合問題。まあ、総合問題はですね。まあ、優しいですね。えー、まあ、分析会なんかでも言いました。けれども、まあ、ここ最近の担当式本試験の中では？ まあ一番簡単といっても過言ではないというか、まあ、前回も、ね、同じぐらい簡単だったので前回と今回、まあ、令和4年度の、ね、担当式試験の連結相互は非常に優しいと思ってください、ね、なので、ねあのー、普通に、ね、受講相談というか、まあ、試験終わってから1か月ぐらい経ちますがいろんな方とそあのお話を、ね、させていただいて、まあ、連結の方はは、ね、満点取りましたよとか一、うんまあ、ミスでしたよという方はやっぱ結構多いですね。 はい、あのそれは全体として不合格になっていた方でも連結の問題はそれぐらい取れているという方が多いので、えー、なので逆に連結の問題が全然、ね、点数取れてなかったと6分の1とか、ね、6分の2とかっていう方はあのもう明らかに連結が弱いと自覚をする必要があると思ってください、ねはいまあね、時間が、ね、そもそもその前のなんかで切れてしまって連結に手をつけられなかったとっいう方はまた別かもしれませんけども、ね、トライしていて点数が取れないという方はあのここに関しては連結が明らかにです、ね、力がないと思ってください、はいまあ、最低でもやっぱ4台以上 ですかねはい、最低でも、ね、確保できてなければもうこれはやっぱり他の方よりも、えー、連結に関しては劣っているというのいいですで、まあ、対策としてはいろいろあるんですがポイントアップ等連の総合問題で対策するとかあと、まあ、3倍速なんかをか。 取っていただければ総合問題対策しますがあるので、総合問題集があると思いますから、ね総合問題集でやっていくというのもいいんですけども、トータルが本当にね連結会計の力をつけるという意味で考えたときに、プレトーレンかまあやっぱフルマスター講座っていうのがまあ個人的におすすめかなと思うんですね。これはまあちょっと論文まで見据えたようなですねあの講座にはなってくるんで、さっきフルマスターも言いましたけどね。なので ある程度こう時間が取れると、12月に向けて、学習時間が取れるという方は、かつまあ連結の総合問題がちょっと弱いとか、論文のことを見せてっていうね方は、このプレートーレンであったりだとか、フルマスター講座をやっぱり受講することをちょっとお勧めはします。逆にまあ社会人の方でね、本当にえ時間が全然取れませんよっていう方は、そこをやってしまうと、またね、高木とのバランスを崩してしまう可能性はありますので、そこはもうちょっと慎重に判断というかね。 まあ、あの財務会計がとりわけ弱いんだと。 っていうようよな感じでやってるとか財務会計が足を引っ張っていってなかなか動こきこからに達しないっていうのであれば、まあ、こういうのを取っても、ね、社会人の方でもいいと思いますけども、ねはい、ただ、やっぱり、ね、全体4科目としてバランスよく仕上げていかなければいけないので多、えー、科目もやらなければいけない中で、えー、特に社会人の方なんかでね時間がない中で高科目もやらなければいけない中でさらにまあこういうフルマスターとかプレートレンテをつけてしまうとやっぱバランスを崩す可能性もあるのでそこは、ね、ちょっとあの注意をあのしなければいけませんのでまたもしあれでしたら、ね、個別に相談に乗りますので、えーまあ、電話だとか LINE だとかで相談してもらえればと思います。 はい、で次がまあ理論ですかね次のページが理論になりますまあ理論もやっぱ優しいですかね理論もまあ前回も優しかったんですけども、まあ、分析会でも言いましたかね今回の方がさらに優しいかなと思いますねそのすべての足について結構優しいというかね大体あの4足あったり1足ぐらいはね難しい足があってでも全体としては正誤の判断できるよっていうような問題が多いんだけども今回の試験は4足あって4足ともまあ判断楽勝ですよっていうあの問題も結構あったので やっぱ全体としてまあ優しいということにはなりますはいでもう必ず正解したい問題7代ということですねまあ正直本当にここ7代は全部正解したいぐらいなんですよまあ1個ぐらいミスしてもしょうがないとは思うんだけどもただね結局合格者のね声を聞くと全部でまあ9代あってね9代中やっぱり1ミスぐらいですかね合格者は、まあ、満点取ってる方も結構いましたしはい なのでそれぐらいの、ね、内容なので結局この7台で1個ミスしちゃうと一応残りの2台でですね、えー、問題10と問題19はまあ多少判断に迷う部分があったりだとかあとレジュメに載ってなかったりっていう部分があるので、えー、ここでねちょっと1台ぐらいは落とす可能性があるということを考えた場合にこっちらの7辺は基本的には正解したいかなというところなのでトタルやっぱり理論で言うと、まあ、9分の8ぐらいは取りたいかなと思いますね。はい 当日の速報だと9分の7ぐらいっていったような気もするんですけど、まあ、思った以上にやっぱ皆さんね出来があの良かったので結果的にやっぱ9分の8ぐらいはトータルで取りたかったとっいうところですね。はいでまあ、残りのいない問題10問題19も決して埋没問題とは言えないんですね実際、正当されている方も多いというところなので、はいまあ、トータルとしては非常に優しいかなと思います。 でまあ、理論と、ねえー、連結回帰の総合問題が優しいので前にも言いましたが分析会でも言いましたが結局、時間が早く、ね、理論なんかだと本当だったら20分とか25分、ね、難しければ分か,かるところ、まあ、10分、15分で解けちゃうので時間が余るとで連結回帰の総合問題も簡単だから時間が余るそうすると個別の方もでもね普段の難度なんだけども時間が余ってるである程度時間が確保できるので、えー、そっちの方の個別の問題も点数が取れる。 し精神的にも安定するという、ね、ことで点、えーまあ、数が上がる要素が結構あった試験だなとは思います、はいまあ、だからボーダーも、ね、あの少し高めなのかなというところですねやっぱ財務が優しいと、えー、全体としてのボーダーが伸びるという傾向にはありますから、まあ、配点が大きいですからね、はいでまあ、最終的には理論対策として、まあ、基本的には一問一答とレジュメというのが、まあ、あの本当に基本スタンスにはなりますレジュメの読み込みで一問一答の、まあ、基本過去問がやっぱ一番中心ですかね、はい 1> 1問問答の過去問ですかねだからレジュメプラス1問一答の過去問をやり込んでもらえれば基本的にはこのレベルの理論であれば、まあ、普通に合格点は取れるかなと思いますねえ、まあ普段というかねここまでずっと1問一答の B ランクプラス過去問ということをです、ね、常々言っていたんですけれども、えーまあ、今回とか前回の理論ぐらいであれば、まあ、B ランクやらなくてもきちんとレジュメが読み込めていてかつ過去問が解けていればあ多分まあ9分の8ぐらいは取れますはいえー ただまあこれはもう再三いつも申し上げているところなんですけども、まあ、そのレジュメの読み込みをしないとなかなかこの知識がつながっていかないので1問1答だけただね単にやればいいっていうわけでもないんですよ、まあ、ただ今回の、ね、試験は優しかったので正直その受講生さんの中ではレジュメはほとんど読んでいない実は1問1答だけしかやってないんですよっていう方も、まあ、あの9分の8得くぐらい取れてる方はね何人かいたんですよ、ねはい、ただまあ論文いくとねやっぱり苦労しますし、まあ、点数がそう取れればいいんだけども 取れないっていうパターンもありますからね、一問一答だけやっていると。はい、なので、よく一、ね、問一答やってても点数が伸びないっていう方いまず、まあ、別に財務に限らずだと思うんですけども、一問一答何回もやっても点数が伸びないっていう方は、まあ、結局、一問一答の足は分かるけれども、ちょっとそれがねひねられると分からないということですよ。なので、一問一答に本当に乗っているものと同じ引っ掛けだったら、そこは、えー、無事、ね、取ることができる、ね、渡りきることができるんだけども。 ちょっと変われば、まあ、分からなくなってしまうっていうのは、まあ、かなりこう機械的になっているわけですよねはいだから「一問一答できてなんか自分はすごくできるようなね、えー、感覚に陥るかもしれませんが実際は「一問一答と」っていうその教材ができるだけだって論点を理解しているっていうわけではないっていう話なんですよ、ね、はいでそれで受かっちゃえばまあいいと思いますよんでも受からないっていうリスクも十分あるのでやっぱりこのレジュメの読み込みこの部分っていうのがすごく大事なのかなとは思いますのではい えーまあ、一問一答やるのも当然大事ですよ、ね、ちゃんとアウトプットして練習しなければ、ね、レジュメだけ漫然と読んでいったらです、ね、脳に刺激が加わらないので、えー、なので、ね、アウトプットで覚えていくということは大事なんだけどもね、えー、ただ、まあ、こうですねレジュメを確認するための一問一答という意識は、まあ、常に、えー、持つようにしてください、はいえーまあ、このぐらいの難易度であれば、ね、点数は比較的取りやすくなってきているので過去に比べて、えー、なので材料、まあの、ねえー、理論に かける時間っていうのは多少ね。こう少なくてもいいのかなと思います。なんでまあ今までね。代表の理論に。10時間かけていたらまあ、それを8ぐらいに減らしてもいいっていうイメージですかね？ ただあれですよ、財務の,の,の,の理論が苦手だとかね、点数が全然取れてないという方はまた別ですけれども、ある程度今回の試験で、いや、財務の理論、財、ま、務、あの理論は簡単だったよ、ね、点数も9分の8取れましたよという方であればね、ね、えー、次回に向けては少し、この財務の学習時間を減らしたりだとかしても、あのそこに関しておそらく問題ないかなと思います。はい。えー、ということで、まあ、あとはね、えー、今日今、お話の中で触れていない部分もあるので、また読んでいただければと思います。はい。 まあ財務会計はね少しあの優しめになる傾向なのかなとはあの思っておりますしまあこれも質問多いんですけども次回また難しくなるんですかっていうねえ質問もありますがまあ私個人のね見解としてはまあここ最近ですね担当もそして論文も含めて財務会計は そんんななに難しくないんですよ論文も少し優しめになっているので、その全体の傾向としては優しくなっているのかなということはすごく感じます。なので、あの次回の12月、じゃあ、すごくネザアムだけ難しくなるかって言ったら、私は、まあ、そんなならないんじゃないのかなと思います。なんか、ね、難しくなるということはないかなと思いますので、まあ、このぐらいのレベル感、もしくはまあちょっとだけ、ね、難しくなるってのはあるかもしれませんが、急激に、ねえー、その3、4年前みたいなんですね何、えー、度にまた戻るのかということはあまりないと思いますので。はい なのでこのぐらいの難易度っていうことは結局多くの方がある程度解けるんですよ。で何が怖いかっていうとやっぱりミスですよねミスをして点数を落とすそのリスクが高くなるわけですね問題が優しくなればミスのリスクが高くなるので、まあ、そこはね最心の注意を払うようにしてくださいはい。 と、えー、いうことでまあ簡単にはなりますがね合格発表後12月に向けての科目別対策財務掛けるの方はですね以上と、えー、させていただきますはいまた何かあればね LINE とか電話で相談してもらえればと思いますではお疲れ様でした